殺人的な加速だ。キャンペーン近日実施予定。今日はね、皆さんこんばんは、ゆきやみです。もう挨拶も忘れておかしなこと言ってますけどね。やっとね、風邪の方も熱もね、ちょっと下がって、やっと声もね、少しは出せるようになりました。ちょっとたまに咳出るんですけど、まだ数日ね、実況を上げないつもりでいます。収録できないだけなんで、一応取りためた分が少しありますんで、それがちょっとずつ出ますんで。ただ、操作に関しては、本当に微熱、高熱に悩まされていく姿、その辺の、なんか操作がどんどん悪くなっていくのは多分わかると思いますんで、はい。情けない話ですけど、うん。前回になったら、前回になったっていうことを言ってから、操作入るんで、必ず収録しますんで、それまではまだちょっと弱った雪闇の操作だと思ってもらえればいいです。さて、キャンペーンの方なんですけれども、殺人的な加速だっていうことでね、トールギス、こちらの方はね、ガンダムウィングの方で、登場した、ライバル機の、方でして、まあ、こちらの方、スピード、多分作品通りなら、ビームがとても強くてスピードがそこそこ、まあ、もしくはだいぶ速いのかなまあそういう感じの機体になるんじゃないかなと思ってます。どちらかというと雪闇向きじゃないのかなと思うんですよね。まあ、ちょっと楽しみです。はい、あとはね、今日は本当にね、もうこの情報がね、確定情報が流れたってことで、なんとかちょっとこれだけでも出そうと思って、今咳をこらえながら喋ってます。はい、あとはね、ガンダムカフェの方なんですけれども、2月16日から新しいキャンペーンも行われるということで、こちらの方も情報一緒に貼り付けておきますんで、ぜひ見てみてください。なかなかユニークなメニューが出てますんで、本当そちらの方もね、クリックして、見てもらえればいいです。動画説明欄の方に貼っておきます。はい、それでは皆さん、おやすみなさい。